ヨーロッパキイチゴはバラカキイチゴ属の一種及びその果実。ラズベリーの一種であり、ヨーロピアンラズベリーとも言う。本来英語でラズベリー、あるいはフランス語でフランボワーズと呼ばれていたのは、この種であり、多くの栽培品種がある。小アジア半島原産の落葉性低木。樹高は1から2メートル程度。茎は丸い直立性で無数の棘で覆われている。 葉はわから七枚の列片があり、柄が短く巨子状である。表面は滑らかだが、裏面は開白色のニコゲに覆われている。花はか水い白色で5枚の短い花びらを持ち、6月から8月に開花する。赤もしくは琥珀色の実をつける。ヨーロッパ紀イチゴの種小名は、イデースという。古代イギリシア人が、紀元前1世紀にいた山の斜面に生えていた。 ラズベリーを発見したのが起源という伝承がある。また、ギリシャ神話には、ゼウスの養母イーデーが、ゼウスのためにラズベリーを積もうとして指から血を流し、それ以来ラズベリーの実は赤くなったという逸話がある。4世紀には古代ローマ人によって、ヨーロッパ紀イチゴの栽培が行われるようになり、ブリテン島を含め、ヨーロッパ各地に広まった。十六世紀後半には、北アメリカの植民地にも、 ヨーロッパキイチゴの栽培品種が伝わった。ありがとうございます。